はい、こんにちは、酒井です。連日暑い暑いニューヨークが続いておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。昨日ですか、伊藤舞子さんのところのライブに行ってっていう写真とかね動画を載せましたが、なんか結構僕の同じ世代の人がなんか焼き餅を焼いてる人がいていいなと。ぜひぜひ皆さん行ってくださいね。あのビデオ見にね、ビデオじゃないや、ライブ見に行ってください。はい、今日はね、久しぶりにこれね、酒井のカラーのエリート、これテナーのロージーです。あんまり僕ロージー弾かないんですけど、これはレコーディング用にしかあんまり使わない、すごい美しいやつなんですけど、今日は、ウクレレでね、実はいや懐かしい、ウクレレで懐かしい曲というか、伊藤舞子さんで思い出して、伊藤舞子さんが新人賞かなんかの時だった、もう高校生の時に微熱かな、暑いんですよね。でちょっと暑くてなんか微熱かなって感じなので、そしたら、あ、そうだね、そういう曲ですねと思って、そういう曲じゃないねと思いまして、ウクレレでちょっと弾いてみようかななんて思いました。ということで、後ほど最後はね、この今日の動画の最後で弾きます。実はその先日以降、その次の日も実はパッて動画開けたら、あ、またやってたと思って思わず遊びに行ってしまい、またチャットしに来ました。そしたらいっぱいなんか僕お話っていうかね、してくださって、2日目もっともっとエンジョイしてしまいました。それで僕のNHK の BS でやったこととかもやったんですよみたいなのやったら、なんかどうやら旦那さんがウクレレ好きらしいですね。ジェイク島袋のファンかなんかで、僕の番組見ますってね、言ってくださって、再放送またやってくれればいいんですけどね、わかんないけど、まあ、でもどこかでね見てくださったらすごく嬉しいと思います。はい、ということでちょっと見てください、どんなことがあったかね。で、後で演奏します。今日もやってた、こんにちは、マサフミさん、こんにちは、こんばんは。一日オイラ持ちません、持たないの、酒井さん、そうなのね。ニューヨーク36度なんだ、へえ、そうなんですね。ニューヨークに暮らしてるんですか、マサフミさんはね。お仕事してるんですか、ニューヨークで。もういいじゃないですか、いいのかな。どうやってその収益を得てるんですか、ウクレレで。うちの旦那さん憧れると思う、ウクレレ弾いて歌って暮らしていけるんだったらね、いいですね。なんかね、うちの旦那さんね、ジェイク島袋さんが好きで、それでね、なんかね、ハワイに行って会いたいなって、そんなことばっかり言ってる。ちょんちょん、そっか、いいな、ウクレレだって。NHKBS ウクレレの番組、そう、そうなの、すごいじゃないですか。もうそれは放送しちゃったのかな。講師活動と演奏活動で頑張って、素晴らしいですね。でもニューヨークって物価が高いから結構大変じゃないんですか。高木ブーさんと小錦さんもね、ウクレレ弾きますね。何回待ったら、再放送はどうやら何回待ったら、そうなの。じゃあ酒井正文さんで出てるのかな、もし目にしたらちょっと見てみたいと思いますね。音楽で生計立てていくのは男なら一度は憧れる。やっぱりそうなのね、一度は憧れちゃうよね。まさふみさん、今日はいっぱい楽しかったです、また遊びに来ますね。ありがとうございました。ニューヨークもコロナ大変なのかな、お体に気をつけてね、お過ごしくださいね。バイバイ、ありがとうございました。
ビジネスかな。はい。これ確か木杉隆さんの、ね、曲だったと思いますね。あの頃は木杉さん、僕木杉さんの曲とか結構好きで、そうですね、中森明菜の曲とかもそう、いや弾いたかな、 あったかな、中森明菜とか薬師丸ひろ子さんとか木杉隆はその当時なんか、僕ボサノバアーティストでもありますが、ボサノバチックなね、コード進行、またあの循環のね、美しいコード進行を使ってね、いい曲たくさん、ちょっとアンニュイなやつとか切ないやつとかメランコリチックなやつを作ってましたね。はい、ということで多分これもビネスカナも木杉さんだったと思います。確かに確か。ということで、またです。イエイ。 See you next。 今日も見てくれてありがとう。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくね。